安倍は海、桂南光が暴言で大炎上、MBS 父チチンプイプイで。先日放送された MBS の父チチンプイプイの中で、芸人の桂南光こと森本良造さんが、桜を見る会に関連し、安倍さん自体が海でしょう、思いませんか多分みんな思ってると思うわ。とにかく、安倍さんにもうやめてもらって、安倍さんが上におったらあかんてと、 暴言を吐いてしまいました。この、安倍さんは海だと、桂南光さんが主張し、みんなもそう思っていると、主張されておられますが、そうであれば、今の内閣支持率は、どうやって説明をすればいいんでしょうか。この桜を見る会については、おかしな野党やマスコミが、 デマを垂れ流しておりますが、そういったデマ、政府によってですね、デマであると続々と否定されております。この桂南光さんの暴言、そのようなデマに基づいて、測れたものなのか、そういったデマがですね、デマであると分かっていて、 測れたももののなのか分かりませんけどもこの桂南光さんの公共の電波を使った発言は放送法上の問題もあると思われますので MBS にはチチンプイプイには桂南光さんにはぜひとも最低限法律を守って何らかの主張を発言を行っていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。